お腹下した話。お腹下した話。私普段はですね、お腹は下さないんですよね。ほとんど何食べてもお腹がピーピーにならないと。慢性的にね、ピーピーにならない人なんですよね。まあどちらかといえば便秘気味ですかね。まあ便秘はひどくないけども。はい。でね、唯一ね、お腹の弱点があるとすればですね、金属アレルギーですね。ステンレス中毒とか、鉛中毒とか、これになった時にお腹がピーピーになるっていうね、そういう弱点があります。はい。で、具体的にどういうことかっていうと、もう何年も前ですけどね、ステンレスのコップを 長期間使っていた時とか、で、長期間愛用してるので、まあ、それでばっかり、お茶とかね、飲んでて、あるいは熱いものとかね、冷たいものを飲んでて、で、中をね、ゴシゴシ洗って、そうそう、ステンレスの被膜があってね、表面にこう被膜が付けられてて、それが取れてきちゃうんですね。とステンレスむき出しになって、それがお湯に溶けるっていうね、熱いお湯とかで溶けちゃう。それを飲んでしまうと、まあ、1杯2杯じゃならないけども、もう日常的に何杯もね、毎日飲んでると、ステンレス中毒になるっていうね。目がクラクラして、頭クラクラして、寝込んでしまう。で、お腹も下すみたいなね。はい。そういった症状になるんで、で、原因が全くわからなかったんで、まあ、それ気づいた時は驚愕しましたよね。こんなんでなるんだっていうね。もちろんそのね、ステンレスのコップは捨てましたけど、で、ステンレスのコップを使わなくなってから良くなりましたね。もちろんお鍋とかステンレスもあるんだけど、お鍋とかって毎日それでご飯食べないし、煮炊きするときも一瞬ですよね。だから大丈夫なんですね。だけどそのステンレスのコップはね、安物だったこともあるし、長期間使ったこともあるんで、もう何年も使ってたんでね。それが原因だったんじゃないかと思ってます。もしくはその後もね、ステンレスのコップだけやめてたんだけど、電気ケトル長期間使ってたら、それもやっぱりね、内側にステンレスの熱伝導の部分があって、それがね、古くなってきて、そこから金属が溶け出してて、で、ステンレス中毒になるっていう。もう2回目だからわかるんですよ。あ、これステンレス中毒っぽいなと。でも原因になるもの全く使ってないから、ステンレスのコップとかね、お盆とか お椀とかね。で、もしやと思ってパカってこうね、電気ケトルの中開けたら、中にね、熱を伝導するような、熱を伝えるような、ステンレスっぽい、板がね、入ってましたね。で、それも使うのやめたらもうなりましたけど。で、その後に、鉛中毒ですよ。ステンレス中毒に似てるんだけど、ちょっと若干違うような中毒症状があって、まあ、頭がクラクラするっていうね。で、手足がちょっと痛いんですね。軽く痛いと。で、もちろんお腹ピーピーですね。はい。便秘と下痢の繰り返しみたいな感じ。これね、これ、金属中毒だな、みたいな感じで。もしかしたらステンレス中毒かな、でもちょっと違うような気もすると。原因になるもの探してない、ないないです。金属の、この、個人用のね、食器とか使ってないわけですよ。ああ怖いから。使うとしたらアルミとかね、アルミのお鍋とか使ってるんですけど、まあそれも一瞬ですからね、毎日使わないし。これでね、ないないですで、ないですで。で、金属アレルギーの子を調べてたら、鉛中毒っていうのがあって、焼き物の中、陶器ね、マグカップとかありますよね。焼き物の中に、粗悪な安いもので、鉛が、釉薬の中に鉛が入ってるんですね。釉薬ってその表面をコーティングするような薬の中に、鉛が入ってるものがあると。鉛入れるとね、こう発光が良くなる。発色が良くなる。白くなるとか。発色良くなって綺麗になるんで、鉛入れたものがあると。で、高温で焼くと鉛が全部焼き切れてしまって、残らないんだけど、低温で焼くとですね、鉛が残ってるものがあるんですね、中には。高級品でね、しっかりしたブランドのメーカーは、そんなことないんだけど、安物の輸入品とかね、そういうのはね、鉛中毒ご用心ください。で、見たらですね、私がいつも愛用してるコップ、これ安物ね、鉛が入っててもおかしくないと。で、それやめました。一応やめました。すぐ治ったっていうね。もう2、3日でね、すっきり治りましたよ。鉛中毒は。で、金属中毒怖いな、みたいな感じで思ってて。で、現在です、現在。その、ステンレスのね、食器は使わないし、まあ、お鍋少しね、ステンレスのもの使ってますけど、それ毎日使わないから。
はい、で、陶器もね、怖いから使ってないですよ。高級な陶器もね、日常的には使ってません。まあ、月に1回ね、紅茶飲むとかね、それで紅茶飲むとか、ティーカップで飲むとか、それは陶器のね、高級なやつ使いますけど、毎日陶器で水とかお茶とか飲まないようにしてますね。万が一それに鉛が含まれてるとアウトだから。じゃあ何で飲んでるのって言ったら、ガラスですね。ガラスのコップ。耐熱ガラスの、マグカップとかありますよね。それでお茶とか水とか飲んでますね。だからガラスだから、これはもう絶対安心だからね。うん。だから耐熱ガラスのものを使うようにしてます。毎日飲むにはね。はい。耐熱ガラスいいんですね。冷たいものもいけるし、熱いものもいけますからね。いいと。それでね、もう電気ケトルも使ってないし、陶器も使ってないし、でも大丈夫だと思ってたんだけど、ここ1ヶ月ぐらいね、お腹ピーピーになってるんですよね。で、めまいこそ起きませんけど、まあちょっと疲れたなっていう感じとか、あとすぐ寝込んでしまうなという感じとか、あるいは倦怠感とか、それから体の節々がちょっと痛いかなみたいな、そういう、金属中毒に特有のアレルギー反応みたいなのが少し出てて、ああと思って、来たと思って。で、まあやってますからね。で、特に、まあ、軽いんですよ。全部軽いんだけど、特にひどいのがお腹ピーピー。お腹ピーピーっていうのは、お腹ピーピーか否か、もう、0100だから。ね。0か100かだから。お腹ピーピーなのか、全く何もないのか。もう、中間のね、お腹ピーピー50とかないから。もう0100なんで、ピーピーだってたらもう、めちゃめちゃ下すわけね。家の中でも漏らすんじゃないかっていうぐらいね。もうトイレまで我慢できないぞっていう、そういう緊急事態のこともありますね。だから外なんか行ったらね、危ないんですよ。自転車とかでね、1時間2時間ね、近所散歩するだけでも、お腹下した時行ったらですね、もう我慢できなきゃ。10分も我慢できないぞっていう、そういう、感じ。で、普段もですね、たまにはね、食べ過ぎとかで、飲み過ぎとかでお腹下すことありますよね。で、外出時にちょっとお腹ピーピーでトイレ行きたいなみたいな、トイレ探すときありますよね。これはね、2、30分はね、我慢できるんですよ。もう、きついですよ。きついけども、油汗なんだけど、でも、2、30分はね、トイレ我慢できるんですよ。自転車乗りながらね。だけどね、この金属アレルギーに関する、金属アレルギー由来の、お腹ピーピーはね、もう5分だって我慢できませんぞっていう、あ、もうちょっと行きたいってのはもう出ちゃうぞみたいな、ちょっと顔出してるぞみたいな。で、ちょっと顔出してもね、まだ店前だから、閉店中だから、準備中だからもう困りますよみたいな、パチャンって閉めればね、お客さんがガーッとこう開けてきても、店主がね、こう閉めれば、10分、20分持つわけね、普通はね。だけど、このね、金属アレルギー由来のお腹ピーピーはね、お客がすごいパワーで、プロレスラーみたいなね、もう全然我慢が効かなきゃ。なんなら扉壊して入ってくからね、バーって。で、5分も我慢できないっていうね、そういうデータがあるからね。で、危ないわけですよ。で、昨日もですね、おとといもね、出かけたわけね、自転車乗って。で、ちょっとお腹ピーピーなわけ。で、さらに、金属アレルギー由来のお腹ピーピーだな、みたいな感じで。で、行ったらですね、もう、開始10分ぐらいでお腹ピーピーになってきて、ね、まずいと思って。でもね、ご安心ください。もう自分でお腹ピーピーだってこと分かって出かけてるから、もうトイレがいくつもあるようなルートしか選択してないわけ。目的地に行くまでに、いろんなルートが取れるんだけど、トイレないルートもね、行けるんだけど、もうトイレありルートにして、もう5分走ったらすぐトイレがあるみたいなね。しかも1個だけじゃなくて、お店の中の2、3個のブースがあるみたいなね、トイレの。そういう完全トイレコースみたいなところを通ってるから、もうすぐお店入って、トイレして。で、もちろんそこ買い物する予定だったからね。まあ買い物もしたんですけど、それでね、まあ難を逃れたんだけどね。それでなんでこんなね、お腹下してんだと。しかも金属アレルギー由来のお腹の下し方と。5分も我慢できないっていうね。そういうやつだね。
で、その理由は何なのかっていう探してないわけ。その原因物質使ってないから。ステンレスのコップとか、鉛の入ったマグカップとか、使ってませんから。で、原因なき、理由なき反乱だからね。だからこっちも困るんだけど、でも唯一これが理由なのかなっていうのは、目星はついててね。これね、足の、毒なんですよね。足の毒。足の毒って何かっていうと、もう2、3年ぐらい前から足がちょっと痺れてまして、左足は特に。で、この痺れの原因は、寝てる時のマットレスの折り目のところが膨らんできて、そこがふくらはぎに常に当たってるっていうね。左足のふくらはぎを常に圧迫してて、血行が悪くなってたんですね。毎日だから。で、血行悪くなってて、足首から先が、ちょっと痺れたような感じになったと。で、私、体操ね、糖尿病の初期症状かな、みたいな感じで、食事改善したり、運動をしたりして、治そうと思ったら、全然治らないっていうね。違うんじゃないかと思って。で、パッてこう、マットレス見たら、古いマットレスなんだけど、こうふくらはぎとかポコンと膨らんでるわけね。で、これだと思って。で、マットレス買い替えたら、すぐ良くなったっていうね。足の痺れが2、3日で、すぐ良くなりましたね。で、最初の1ヶ月ぐらいで、100あった痺れが50ぐらいに減りましたね。で、半年ぐらい経つとですね、もともと100あった痺れが、もう20ぐらいに減ってるんですね。で、そのあたりからですね、金属アレルギーの症状がちょっと出てきて。で、足が治ってることはね、こう喜ぶべきことなんだけど、そのあたりが、運動した後とかね、足がぐっと良くなる、血行が回復してね、良くなる時に限って、金属アレルギーの軽い症状が出てきて、お腹ピーピーなんですね。何これみたいな感じで。で、まあ、お医者さんじゃないから詳しいことは分かりませんけど、自分の体だからね、こうなんじゃないかなっていうのは、その足がね、痺れてる間に、金属アレルギーとかやってるから、なんですか、原因物質が足のつま先とかに溜まっていたと。金属アレルギー、金属の有害成分ね。で、普通の足だったら、血流があるか、毛細血管も血がいってるから、どんどんこう、循環して、要するに体を巡って、腎臓とかにろ過して、排出するんだけど、毛細血管があんまり血をね、巡らしてないから、ずーっとそれが残ったの。2、3年前、あるいは4、5年前の、有害物質をね、ずっと残してると。溜めてたんだと。で、最近、マットレス変えて、痺れがなくなったんで、つまり、毛細血管まで、ちゃんとね、足のつま先まで血が行くようになったんで、そこでようやく有害物質も血中に出てきて、体を巡って、それで腎臓にろ過されると。まあ、排出されるためのメカ、あの、一連のあれだから仕方がないんだけど、でも、金属アレルギー中毒みたいな状態になってるわけね。それはそうですよ。血中に、金属有害物質が出てきてるわけだから。はい。で、それがね、お腹ピーピーの原因でもあったと思われるんですね。そのね、金属アレルギーの症状もちょっと、ね、良くなってますよ。確かに。確かに良くなり始めてます。最初は寝込むほどきつかったのに、だんだんこう良くなってきて、例えば、そうですね、自転車7時間ぐらい行って帰ってくると、もう足のつま先までね、十分に血液が渡りまくってて、体の血行が良くなってるわけ。ということは、足のつま先の溜めてた金属の有害物質も血中に出てくるからね。で、その後にこう寝込んじゃうとかあったんですけども、それも何回も繰り返してると、だんだん軽くなってきて、まあ別に寝込むほどじゃないなと、ちょっとだるいけども、寝込むほどじゃないな、みたいな感じで。ちょっと金属アレルギーの症状で手足がね、ちょっとだけ痛むなっていうんだけども、別に気にするほどでもない、軽くなってるからね。そういうことで、だんだん軽くなってるから、金属アレルギーの、まあ、原因物質もね、もう試したのも全部放出してんだなと。もう弾がないんだな、みたいな感じで。敵軍もね、弾がないんだな、みたいな感じで思ってるんですけど、お腹 PP だけはね、0か100だから。
お腹 PP になるかならないかっていう勝負だから、お腹 PP だけはもう本当に、100だからね、なった時は。で、結構お腹 PP になるっていうね。はい。で、そんななんでね、出かけるときすごい気を使いますよね。まあ、しばらくはね、その金属アレルギー由来のお腹 PP のなり方を気をつけないとね、まずいなと思ってます。